オフ会しようや。はい、なんか嫌な予感しかしないね。さて今回ですね、オフ会しようやっていう日本の作者さんが作った国産のホラーゲーム実況していこうなと思います。はい、電話ボックス映ってありますが、なんかそれにまつわるホラーゲームかな。うん、オフ会のホラーゲーム、なんか珍しいね。初めてやりますよ僕。うん、どんな感じなんでしょう。一応ねこれダウンロードサイトにストーリーが書いてあったんで、プレイする前に読んでいきましょうか。夜中に大学の友達であるやすしからオフ会に誘われる主人公のしんち、集合場所として呼び出されたのはなんと心霊スポットとして有名なオフ山であった。オフ山？リア友でありながらオフ会に誘われた意味とは、不審を抱きながらも向かったしんちに待ち受けていたこととは。はい、オフ山っていう有名な心霊スポットで主人公たちはオフ会をすると。やめて、危ないよ。心霊スポットでオフ会ということで、なかなかね、破天荒な主人公たちですね。はい、それでやっていきましょう。プレイ。電話ボックス鳴ってますよ。なんか電話ボックスがさ鳴ってるのって皆さん見たことある？俺小さい頃ねあるんでね、なんか怖いよなあれ。なんかしれーっと何か映ってましたが、完全に僕スルーしてましたね。はい、赤い女性が映ってました。シンジ、どうしてこんな時間にオフ会を。これが主人公ね。あ、釣ったね。はい。車で来たのか。数時間前。はい。真っ青。すごいな。スマホ画面が青いからさ、背景もなんか違う色かなと思いきや全部青ですね。送信画面も青だし。はい。じゃあ、やすし。呼んでいきましょう。オフ会しようや。D機で進める。あ、信じ。は？リア友の俺らが、どうしてオフ会なんか、なんかちょっとうさんくさいね、自分らでリア友っていうのが。はい。それに、今日の昼間、ヒロシと俺と3人で飯に行っただろう。会ったばかりなのに夜また連絡来たのか。ヤスシからね。じゃあ、オフ山の電話ボックスで待ってるわ。話聞いてねえな、ヤスシ。はい。こっちの事情無視かい。おい、聞いてんのか？おい、なんでしょうね。ヤスシの元に何かがあったんでしょうか。さて、こんな夜中にどこに呼び出してるんだ。はい、山奥っていうことで。ああ、結構雰囲気いいね。真っ暗や。あ、トンネルがあるんだ。右側に何？バイクか。バイクと車があって。てか思ったよりも夜の山って暗いんだな。当たり前だろ。何言ってんだお前は。まあ、都会っ子の俺ですらわかるよ。めっちゃ暗いからね。あんまね、山とか行く習慣はなかったのかな、シンジは。今いるオフ山はお化けが出るって有名な場所じゃねえか。心霊スポットですからね。アホですね、この子たちは。暗いし、怖いし、安しのやつ。目的はオフ会だけじゃなさそうだな。はい。なんか企んでんのかな、安しは。あ、まだ来たぞ。そろそろ着いたか？さっき着いたところ。しんちゃんをオフ会に誘ってよかった。しんちゃん、いきなり変わりましたね。しんちゃんが来れば、こっちも盛り上がると思うんだよね。はい。あ、やっぱり、しんじもやっぱ不審に思ってるね。俺のことそんな呼び方したっけ？はい。近くのトンネル抜けた先に電話ボックスがあるから、相変わらずやつだし話聞いてねえな。そこで集合な。最近のオフ会って山でやるのが主流なのか、なわけねえだろ。ははは。ちょっと天然なのかな、シンジ君は。はい。まあ、ひょっとしたらね、ピクニックオフ会みたいなのが流行ってるかもしんないからね。メッセージ届いてる？よしね、やつ。こっちのメッセージは無視できないもん。スルーされましたね。そして僕、母国を出てしまいましたね。はい。帰りたいな。帰ろうぜ。でも本当に待っていたら申し訳ないしな。優しいな、シンジ。確か、車の中に懐中電灯があったよな。動かせられるね。来たぞ。Q でメニュー。おー、重なっている。で、タブボタンで、なんだこれは。なんかカメラっぽい感じで映りますが。エンターで閉じる。はいよ。さあ、車の中に懐中電灯。後ろかな？あ、後ろっか、いけない。あ、いけるね。はい。英語？ナンバープレート。英語これ。こっち側？あ、ここか。F で調べる。確か車の中に懐中電灯があったはずだ。調べよ。撮ってくれるかな。はい。なんかこのゆっくり暗転していく感じ、雰囲気いいよね。見つかってよかった。
はい、あったのかな、カイチンと。手に入れたアイテムはタブで見ることができます。アイテム画面で W を押すことで装備することができます。わかりました。はい。装備中のアイテムはアイテム画面から確認変更することができる。はいよ。さて、これでタブで、よいしょ、装備しましたね。お、いいじゃないの。これでオンオフはできないかな？うん。また、こうやって、ああ、なるほど。ちゃんとつけたり、外したりできるのね。うん。怖っ！草が生えてる！何あの生命力の高い草。やばいね。突き抜けてんじゃん。危ないな。はい。じゃあちょっと、うお、なになになに？山が生成される！ほら！すげえ。走れますね。これ登れる？山登っていきましょうか。無理だわ。どっちか、あ、こっちか、いけねえわ。うん。なんか赤いマークがある。さて、トンネルをくぐるのか。てか、このバイクは？これはヤスシのバイクかな？あ、やっぱりそうだね。ヤスシのバイクだ。ってことやるね。ではでは、これさ、文を読み終わった後、若干フリーズすんだよね。うん。フリーズというかさ、しばらく止まるというか、うん。フリーズやん。では、入ってきますよ。うん。これ気になるね。さあ、まっすぐ行って、なんか走っちゃうともったいない気がするから、雰囲気を味わっていきましょう。この、歩いてね。はい？後ろ側から聞こえてんの今。ちょっと待ってよ、なんだお前。さっきスルーしたけど今回怖かった。うん、ごめんね、スルーしちゃって。何この子。あ、消えた。なんか映りましたよ。これは何？はてなはてなはてな。ん？これはなんだ？はい。鍵っぽい。あ！これはヤスシのバイクの鍵だな。うん。このモヒカンのキー、モヒカンのキーホルダー？何それ結構特殊な趣味をお持ちで、はい。前に自慢してたっけな、自慢するな。モヒカンのキーホルダーを。後で会った時に返してやるか。優しいね、シンジ君。逃げちゃダメだよ。さて、回収しました。じゃあこのヤスシのバイクで帰りましょうか。いけるかもよ、マルチエンディングだから。はい。ヤスシのバイクだ。あ、無理だね。さて、先ほどのところまで走りましょうか。うふふっての怖かったな。出口だね。このトンネル結構短いね。うん。端と端が見えるもん。はい、また山が生成されてますよ。ん？電話ボックスあれか？どれだよ？ちょっとね、視点固定がされちゃって、周り見渡せなかったんで、うわ、怖い。ちょ、軽くやり直してます。はい。これ、取んなかったらどうなんだろう？これが分岐かな？はい。さて、ヤスシのこの鍵を取って、左側とかに多分あるのかな？右側ズームされてたのね、さっきは。ではでは、山のね、生成に切り取られて、あ、ありましたね。あっち側か。この辺に来るとイベントが来ると。はい。電話ボックスあれか？うん、もう一度読んできましたよね。人がいる気配がしないけど、本当に待っているのか？怪しいね。さっきの女性また来るんじゃないかな、これ。はい、ヤスシ。電話ボックスは見つけられたか？うん。なんかね、このヤスシの言葉、ちょっと安心するというか、その連絡安心するよね。多分見つけたわ。うん、今どこにいる？とりあえず、ボックスに入ってちょうだい。全然これもう、キャッチボールできてないもんね、さっきから。会話のキャッチボールできないやつし。はい。でも、このボックスって出るんだろう？あ、なるほど。この電話ボックスが、心霊スポットというか、強力な場所なんだね。じゃあよろしくな。ふざけんなよ、お前。ひどすぎんだろ、やつし。あったらぶっ飛ばしましょう。はい。おい、メッセージ見てる？おい！そりゃそうなるよね。はい。まだ視点が動せない。ムービーだね。ヤスシのやつ、要件だけ送ってきて会話する気がねえな。ほんとだよね。会話のキャッチボール的なヤスシだから仕方ないよ、シンジ君。はい。てか、電話ボックスの近くに行きたいことをどうしてわかったんだ？確かに。どっかで見てるぞ、これは。そうか。近くに潜んでいるんだな。でも、ヤスシの目的がさっぱりわからないな。うん。どうすんだ？なんでこんなね、心霊スポットで潜む必要があるんだろう。二人でこれかなり怖いよね。オフ会二人？うん。電話ボックスに近づこう。はい。なんでオフ会二人でやるんだろう。では、あ、鳴ってる鳴ってる。開けていきましょう。はい、出ますよ、今。はいよ。F で調べる。で、すげえなるな、これ。うん。虫とか入ってきたら嫌だし、扉を閉めてから電話に出ようか。はい、わかりました。さあ、これで閉める。うん。で、これ出ればいいのかな？
お、出れた出れた。ムービーですね。あ、なにこれ。に、げ、ろ、これ、やすしかな。に、にが違う。なんでにっころがそうとしての、シンジは。はい。あ、逃げろか。てか、その声、やすしだろ。どうしてこんな場所に呼び出したんだよ。あ、切れちゃった。なに、うわ、急に来たね。って早くこの電話ボックスから出なきゃ。これ出れる今。無理だ。あー、いけるいける。うわ、怖っ怖っ。なにこれ、せっかくだから見よう。うん、ちょっと待ってね。はい、暗さ、うわ怖え。どんどんついてくる。これさ、ずっと待ってたらバッドエンドみたいな感じになるんじゃない。ちょっとやられてみましょうか。はい、あ、変わったぞ。ビクトムしね。あ、なるほど、扉開けてる手だったのね今。いや待てよ、ずっと押しまくってたけど、もしかして。はい、まさか。あ、シンジ、横に引いたら開くんかい。やっぱこれギャグ路線かな、このホラーゲームは。はい、あ、そんなことより早くここで出よう。はい、逃げましょう。危ないよ、手形があるから。逃げましょうか。はい、結構ムービーが豊富についてるねこれ。振り向いて、いや危ない、ほら来た、危ねえから、ほら早く逃げろよお前。あいつはこの山で目撃情報があるとかないとか言われてる幽霊か。どっちかにしろよ。なんやねんあるとかないとかって。うん、幽霊側もねそんなこと言われたら腑に落ちないよね。あ、はい、逃げなきゃ、逃げましょう。なんかちょっと字幕が面白いね。ただ見えてる光景すごい怖い。はい、逃げろだって。どこ、いやいやいや、ちょっと待て、急に来んなってお前。すげえ走り、結構主人公早いね。はい、こうアイテムをさ、また開始電灯をこれオンにしてる場合じゃないんで、このまま逃げちゃいましょう。はい、開かない、ただ、いやー、え、ちょっと待って。どういうこと、なんで踊ってんの。うん、車すり抜けたと思ったら踊り出しましたね。なんやねんこれ。リトライどっか、あ、こっからか行けんの。はい、めっちゃ待って。超回転してたね今。懐中電灯、はい、これで逃げましょう、逃げましょう。うわ、運動が苦手な方の走り方。さあ逃げますよ、これで車に乗る。 OK、 いけるかな。はい、信じ、早く街まで戻らないと。うん、一瞬こ、あ、来たぞ。なんかこれ本校あの顔の道を思い出す。くそ、早く帰りたいけどアクセルを踏んでも動かない。まずいじゃん、ホラー映画とかで見る霊的な力本当だったのか。なんか信者冷静なのか取り乱してるのかよくわかんないよね。しっかりコメントするからね信者。さすがだな、ちょっとめたいというかさ。どうなっちゃうの、あ、消えたぞ。はい、消えたのか。ほ、ほってない。あー来たよ、ほら、このキャラ自体は怖いよね。うわ、何よ、うん、ふざけてんのか信じ、やめろ。はい、じゃ戻るんだね。はい、そっち路線かお前。キレッキレだな。急に踊んじゃないよ、何してんの、キレッキレ、すごいすごい、関節どうなってんのそれ、え、何それ。意味がわかんない、意味がわかんない、何なんだよこれは。曲もいいし、手あげんな。うん、これやっぱふざけ路線のホラーゲームまだ続くの。終わった。牛丼どんど族、この方のホラーゲーム前やったぞ俺。うん、シナリオ牛丼どんど族の星、システム牛丼どんどんど族の言いにく、うん、終わりましたね。なんだこの幽霊、キレッキレのダンスをぶちかまして終わった。
関節が完全にへし折れてる。曲いい。はい、ちょっともう何なのよこれ。振り付け牛丼丼土足の星、はい、牛丼丼土足の星って何、作者さんの名前なんですが、サンキューフォープレイング終わりましたね。はい。何これ。何を見せられてんの俺たちは。決めたね。なんやねん。すげえ、フラッシュモブってやつか。あ、なるほど、そっちに捉えたんだね、シンジは。なんだ、ヤシのサプライズだったのか。でも今日俺の誕生日とかでもないのにどうしてだ。はい。あれ、ヤシからメッセージが来てる。何この方、ずっと立ってるやな、こう。ヤシ急に逃げるからびっくりしたよ。はい、あ、なるほど、赤い服着た今目の前にいる女がヤシなのか。悪い、ガチ幽霊だと思ったよ。この状況で信じ謝るんだ。なんか心が優しい感じがね、出てますが。てか、そのコスプレよくできてるな。そうか、何言ってるかよくわかんないけど、ありがとう。わかるだろ。じゃあ、そろそろ、こっち側に来ようや。こっち側？お前も、オフにならないか。ちょ、やらないかみたいな感じで。オフにならないか。ちょっと待って、これ。やすしさ、これ、フラッシュモブ的な感じで、ドッキリを仕掛けてる風だけど、死後に招いてる。これってドッキリかなんかだろ？てか、オフとか、こっち側ってなんだよ。ね。さっき、儀式は済ませてたから、いつでも来れるよ。何これ。感動させる気？やすし、お前は、誰だ？ヤスシじゃねえだろ。ヤスシって、このスマホの、え？待って、今鳥肌立ってる。彼はもう、この世にはいないからこっち側にいるよ。あの人はヤスシじゃないんだ。ヤスシのスマホをいじって、ヤスシ風に演じてるお化けか。ややこしい。なんか感動させたかなと思いきや、ゾッとしてきましたね。つまり、オフの住人、ってわけさ。でもやっぱポップに行ってくるんだね、この子。消えた。ヤスシはもう、この世にはいない？オフの住人。オフ会ってもしかして。じゃあ、あの、踊っていたやつって、あれ？いなくなってる。うわっ！オフ会、しようや。何よ、このうち。てか主人公いね。信じないじゃん。連れてかれちゃうのかな。うわ、ヒロシ、はい、こんな遅い時間になんだ。うわ、なるほど、これ受け継がれるんだ、信じからか。今日遊んだばっかりなのにどうした。すぐヒロシに連絡したんだ。3人で遊んでたみたいな感じでありましたもんね。オフ会しようや。うーわー、ちょっとふざけて感動会にするかなと思いきや、すごい怖い方に持ってきましたね。はい、ちょっと待ってよ、これヤスシのバイクで逃げたらまた別のエンディングいけるんだと思うんだけど、ハッピーエンドあるかな、大丈夫よこれ。この山奥にあるトンネルの向こうの電話ボックスの心霊スポットってのは、ずっとこうやって受け継がれて心霊スポットでやり続けたのかな。さて、鍵を取って次はバイクの方に向かっていきましょうか。なんでモヒカンのキーホルダーつけてんだろうね、ヤスシは。あとでね、ヤスシに小一時間ほど問い詰めたいですが、では行きましょう。ここ面白いよね、横に開いたら開くんかいっつって。主人公は恐怖してる瞬間で今、なんでこんな冷静に突っ込んだんだろうね。さて、ヤスシのバイクを目指していきましょうか。バイバイ。よし、ではでは、このバイクに向かってどうなるかな。やすしー、よし、 OK。
ケー。俺は無我夢中で山を降りた。山を降りて振り返るもあの女の姿なかった。あの体験から車を取りに戻る気にはなれなかった。そうだよね。怖いもんな。にしても不法投棄だよ。大丈夫かな、主人公は。ねえ、昼とかにね、誰か友達100人ぐらい連れて一緒に行くとか、そうすれば怖くない気がする。あの体験から車で、はい。ヤッシーと連絡取ろうとメッセージを送るも既読になることなかった。あの日から数年た、あ!マジで?数年経った今もヤッシーは行方不明のままでやる。エンドに心霊スポット、オフ山。マジか。これは主人公も、あっち側、オフ会しに行かなくて済んで、生還したけども、ヤッシーは帰らない人になってると。はい。どの道ヤッシーは、そっちの道をたどるんだけど、なんかそのヤッシーがどうなったってのが、シンジ君気づけないのはちょっと悲しいよね。なんかこれがね、トゥルーエンドっぽくはあるんだけども、なんかちょっと、もやもやするよね、このトゥルーエンド。はい。全エンド回収できたかな?オフ会しようや。皆さん、いかがだったでしょうか?ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。またね、新作のホラーゲーム出たらやっていこうかなと思います。次回のところでお会いしましょう。バイバイ。